Thank you.
I'm
I'm
Thank you.
。
トイックからすればいや、もう少しもう少しかな、うん、ワーニングドライブといえばやっぱりなんていうことで、神奈川のある港の方向なんです。普通に高速道路に乗って港に着いたら思ったより人がいたカップルで来ている人、親子で来ている人、もともとそういうなんかもともと有名なことだったらしく、警備の人とかも結構いらっしゃったそうです。途中で友人の一人が飲み物に飲み物買いたいと思って近くの自動販売機に来ました。そしたらそこで親子でが飲み物を買って食べた。その時は子供は無邪気そうにミルクティーを飲みたい、ミルクティーを飲みたい、ここら辺じゃないですか、ね、これはあるあるの詰まった感じがしますね。どうしてその親子連れの子供が自動販売機に何か持ってる話し手が何か持ってるそう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 なんか、うん、なんか何か椅子に変わるところはすごい大事だから今何か持ってるってのは入れるだから何かほんとろうそくみたいなことでしょ、うん、電気でしろうそくみたいなこと、これはエージラビーです。ああ、面白い。1分目はさ、最初怖い話になるんですか？ならないよ。1分目からずらすでしょ。ずらすというか、これ怖いじゃん。何やってる集団みたいな話は、その後に。いや、最初の方がいいっていう人もあるけど。まあ、やりながらです。まあ、最初からボケる最後から、まあ、怖い話してますけど。手でわかるか？手でわかるし、その、なんだろう、引きつけるっていう意味では、最初は説明してる。その子供は、マジでいいと思うっていう気持ちが、私たちは、なぜかわからない子供から、うん、お母さん、マジでいいと思うって言って、こっちがいいと思う、そう、すっごく投げられるの。ちょっとで投げられる。やっぱ面白い。面白い。一応もらって。そういうネタになっちゃう。いやでもそれで、それでもいい。いや、木しか石が出そう。実際に。実際に出そう。いや、レモンが出たミルクが出たさ。僕、レモンだけで食べたことないんだよね。だってあの平場に売りして出してるから、ね、同じ原理そうですね、それでいいよね。ただ、あんまり長くないよ、ね、あんま何週も行くと意外とすぐ進んでないけど今くらいで努力もちょっと頑張ってみたけどパッとやってで、レモンあんまり食べたことないんだよね。俺も面白い。
もう4人目で落ち着き、4人目は絶対落ち着けなきゃいけないルールでやってたのなんていうのはすぐ分かるな。そうだよ、あの最初の DX からだから3人目で落ち着けたって4人目がなんかボケたんで終わってたじゃん。まあ、怖い感じで始まって今までこういうことでなんかあーっていうは4人目はちょっと待って、結構見える。最初の技術活動したら、まあ、そうか、4人で僕たちの最初のツッコミがそのパターンだったら4人目、うん、まあそう、どっちでもいい。あ、じゃあ、4人目が一番かっこいいな。結構ネタを持ったかも。今みたいな、本当にもうザ即興で、即興というか、もうグダグダ感というか。がいいですね。終わってたら、入りのスペースとかあれあるらしいんだけど、パスが絶対に変わってた。パスが変わってた。あと、あれは欲しい。話し出しですとか、これはもう一番最初が一番大変だ。小学校の頃いつも一緒に遊んでいた3人組で近所のもう使われてない病院に行かれないと思います。病院はもう病院はもういいけど、確かに完全に新しいの作りたいもんね。完全に新しいの作りたいもんね。わかりました、ちょっとやり直させてください。小学校の頃中野に中野に中野に住んでるようにしっかりやる。あ、はい、そんなことで一個ずつ解決だと思います。